はい、こんにちは、116インズです。今回は怪我にまつわる話をしていきたいなと思っております。 MLB はですね、世界一野球の上手い人たちの集まりということで、当然ですね、そこにいる選手たちもかなり鍛えていますので、簡単には怪我することはないんですね。ただその中には結構不思議な理由で怪我をする選手もいまして、どうしてこんな理由で怪我してしまったのと思わず聞いてしまいたくなるような理由で怪我する選手もたまに出てきますので、今回は不思議な理由で怪我をした選手を8例ほど紹介していきたいなと思っております。はい、まず1人目はヒューストンアストロズのカルロス・コレアですね。コレアは昨シーズン肋骨の骨折で2ヶ月ほど戦線を離脱していた期間があるんですけれども、この理由がですね、妻のマッサージによるものなんですね。コレアの奥さんといえばミス・テキサスにも選ばれたことのあるダニエラ・ロドリゲスさんなんですけれども、有名なエピソードとしては2017年アストロズがワールドシリーズを制覇した時にコレアが公開プロポーズをしたのは記憶に新しいですけれども、その奥さんのマッサージで肋骨を骨折してしまったということなんですけれども、いや、一体どんなマッサージをしたんでしょうね。なんせ鍛え上げたメジャーリーガーの肋骨を折ったわけですから、相当な力が加わらないとそう簡単には折れないと思うんですけれども、これ以上はやめましょうか。はい、続いて2人目は昨年までボストンレッドソックスでプレーしたブロックホルトですね。ホルトは昨年開幕直後に目の怪我で故障者リスト入りしたんですけれども、この理由がですね、彼の息子にどうも目に指を入れられてしまったからということみたいなんですね。遠征先のホテルに宿泊している際に、ホルトの息子グリフィン君って言うんですけれども、グリフィン君をベッドに移す際にちょっとグリフィン君の指がホルトの目に入ってしまって怪我をしてしまったことみたいなんですね。要するに息子に目つぶしされてしまったわけなんですけれども、ただホルトの息子のグリフィン君はですね、結構可愛いんですね。なのであの顔を見るとなんか目つぶしされてもちょっと許しちゃいそうな感じはしちゃうんですけれども、そういったことがどうもあったみたいですね。でホルトは SNS などにちょくちょくですね、彼の息子の動画を上げていたりするんですけれども、グリフィン君がティーバッティングでお父さんにピッチャー返しを打つみたいな動画もありましてですね、本当に可愛らしいので、ぜひ気になった方は見ていただければなと思います。続いて3人目は2006年デトロイトタイガースで活躍したジョエル・ズマヤの話ですね。ズマヤは2006年にタイガースでメジャーデビューを果たしまして、最大の武器は剛速球でして、本当に100マイルを超えるようなストレートで打者を圧倒して、ルーキーながら防御率も 1.94 と、本当に素晴らしい成績を残していたリリーフピッチャーなんですけれども、そのズマヤがですね、2006年の ALCS を右腕の炎症で欠場してるんですね。で当初は普通の怪我として扱われていたんですけれども、シーズン後にですね、実はこの理由がギターヒーロー2のやりすぎだったっていうことが判明したんですね。ギターヒーローというのはいわゆる音ゲーでして、ギターのようなコントローラーを使ってプレイするゲームなんですけれども、当時アメリカではそのゲームが相当流行っていまして、ズマヤもそれにハマってしまって右腕を痛めてしまったというなんとも残念な理由なんですけれども、これが判明した理由も結構面白くてですね。お医者さんがですね、ズマヤの腕を見た時にギター奏者によく見られるような炎症だったっていうところから判明したみたいなんですね。で、球団側はズマヤに対してギターヒーローをプレイするのをやめろと指示して、結果的にワールドシリーズには間に合ったんですけれども、この怪我については今でも MLB の中でも不思議な怪我として結構取り上げられることが多いですね。はい、続いてはブルージェイズで活躍したケビン・ピーラーの話ですね。ピーラーは2015年のスプリングトレーニングで10日間ほど脇腹の怪我で休んでいた時期があるんですけれども、その理由がくしゃみによるものだったんですね。やはりメジャーリーグといえばパワーが一つ魅力的なわけですけれども、やはりくしゃみに関しても他の一般人とはちょっと違うレベルのくしゃみなんでしょうね、きっと。ただ幸いなことに脇腹の怪我自体はそこまで深刻なものではなくてですね、ジミー・ファロンのトゥナイトショーでネタにされるような話でしたし、またピラー自身も T シャツに僕のくしゃみについて聞いてくれと書かれたものを着ていましたので、この件は完全に笑い話になっていましたね。ちなみにこのピラー以外にもくしゃみで怪我した選手はいくつか例がありまして、有名な例ですと2004年にサミー・ソーサがくしゃみで背中を痛めたということもありましたので、やはりメジャーリーガーはくしゃみもメジャー級といったところですかね。はい、続いてはヤンキースで活躍したマーク・テシェイラの話ですね。テシェイラはかつては毎年140試合から150試合以上プレーするようなタフさの象徴のような選手だったんですけれども、ただ2012年頃からはちょっと怪我に悩まされる時期が増えてきたんですね。2013年は15試合にしか出場できませんでしたし、で翌2014年も4月にいきなり故障者リストに入ったりもしましたので、本当に怪我の多い選手にだんだん変わってきてしまっていたんですけれども、2014年の5月にですね、
で、シエラ好調な時期を迎えていまして、7試合で10回出塁するぐらいの、まあ、非常にいい時期を迎えていたんですけれども、あまりに塁に出てしまったために足にどうも疲労が溜まってしまって、ちょっとプレーができないような状態になってしまったらしいんですね。で、この結果として5月12日の試合のスタメンから外れることになったんですけれども、まあ、当時これを聞いた時随分正直な理由だなと思いましたね。なかなか自分から最近ちょっと塁に出る機会が多いから足に疲労が溜まってるんだよねと説明するプロ野球選手は珍しいのかなと、まあ、草野球とかならねわかるんですけれども、メジャーリーガーでなかなかこの理由を正直に言うのは面白いなと思いますね。ちなみにテシェイラの状態は怪我というほど深刻なものではなくてですね、翌日にはスタメン復帰を果たしています。はい、続いては1980年代から90年代にかけて活躍したリッキー・ヘンダーソンの話ですね。ヘンダーソンといえば通算1406盗塁、盗塁王にも12回輝いているスピードスターでして、当然殿堂入りも果たしている選手なんですけれども、まあ、彼にとって足というのは一つ大きな武器だったわけですね。1993年のシーズン中にアスレチックスからブルージェイズへトレードされたヘンダーソンは、ある試合の後に足のケアをするために足のアイシングをしていたんですね。やはりヘンダーソンをヘンダーソンとたらしめていたのは足ですから、非常に足には気を使っていたと思うんですけれども、ただ不覚にもこの時ヘンダーソン居眠りをしてしまって、そのせいで足が霜焼けになってしまったんですね。足が霜焼けになってしまったヘンダーソンはこのせいで3試合欠場することになったんですけれども、まあ居眠りをして霜焼けになってしまったという話の時点でもだいぶ面白いんですけれども、8月に霜焼けになったっていうところがまたこの話の面白いところですね。おそらく1年の中では最も霜焼けとは縁のない時期だと思うんですけれども、ヘンダーソンという名選手でもこういった面白い怪我をするもんなんですね。はい、続いてはジャイアンツで活躍したマット・ケインですね。ケインといえば2017年まで13年間ジャイアンツの先発ローテーションを守ってきたピッチャーなんですけれども、2014年にですね、自分でサンドイッチを作ろうとした際に右手人差し指を切ってしまって故障者リスト入りしたことがあったんですね。当初はローテーションの順番を1回飛ばすだけという話だったんですけれども、右手の人差し指ということもあってボールの縫い目が一番かかるところに怪我をしてしまいましたので、どうしてもボールを投げようとすると傷口が広がってしまうという問題があったので故障者リスト入りすることになってしまったんですね。まあ、ピッチャーは怪我のリスクもありますので、なるべく包丁は持たない方がいいという風な話もたまにありますけれども、なぜケインがサンドイッチを自分で作ろうとしたのかは不明ですけれども、ケイン自身は三角形の綺麗なサンドイッチを作ろうとした際に怪我をしてしまったらしいですね。まあね、綺麗な三角形のサンドイッチとなればすごい見栄えもいいのでわかるんですけれども、まあこれは自分で作るべきじゃなかったかなと思いますね。で、この怪我をしたせいでですね、当時の同僚だったジェレミー・アフェルドというピッチャーからすごいバカにされたらしいんですけれども、このアフェルドはですね、ケインの3年前に冷凍ハンバーガーを切ろうとした際に同じような怪我をしてますので、アフェルドからすれば同じような怪我の仲間が増えたと喜んでいたのかもしれませんね。そして最後はグレナレン・ヒルが悪夢のせいで怪我した一件ですね。ヒルは90年代にブルージェイズやジャイアンツなどでプレーした外野手でして、通算186本のホームランも打っている選手なんですけれども、1990年当時はメジャー2年目の選手でして、まだまだ駆け出しの選手だったんですね。そんなヒルだったんですけれども、ある日の夜寝ていたら、夢の中で大量の雲が出てきたらしいんですね。ヒルは子供の頃から雲が苦手でして、彼にとってこの夢は悪夢なわけですけれども、その雲から逃げるために飛び起きたヒルは、部屋中をのたうち回ってガラス製のテーブルにも突っ込んだりして、本人は覚えていないらしいんですけれども、本当にとにかく必死に逃げようとした結果、体中傷だらけになってしまいまして、この結果、故障者リスト入りしてしまうんですね。長い MLB の歴史においても悪夢で怪我をした選手っていうのは多分後にも先にもグレナレン・ヒルしか出てこないと思いますので、この一件は結構有名みたいですね。で、ちなみにヒルはその後選手を引退した後指導者の道を歩み始めるんですけれども、2017年にロッキーズの傘下アルバカーキーアイソトープスの監督になった時にですね、イベントでタランチュラを腕に乗せるということをやったんですね。子供の頃から蜘蛛が苦手だったヒルがタランチュラを腕に乗せたということで、まあ多少蜘蛛と和解することはできたのかもしれないんですけれども、まあ一応ヒル自身も笑顔でタランチュラを腕に乗せていましたので、両者の関係性は少し良くなったのかもしれませんね。ということで今回8選手の例をご紹介してきましたけれども、まあ怪我なのでそんなに面白がっちゃいけないかもしれないんですけれども、ただどの怪我の理由もちょっと面白いなと思ってしまいましたね。で、こういった怪我っていうのは調べてみると結構例がたくさん出てきますので、まあ、もし他にもね気になった方いらっしゃいましたら、まあ、ぜひですね自分で調べてみるのもいかがでしょうか。まあ健康が一番ですけどね。
ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですねメールビーに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。